いい天気だな。いい天気だ。さて問題です。私平山茂は今日お昼何を食べたでしょうかという問題でございます。正解はセブンイレブンのジューシーハムサンドイッチ。はいはい、正解はジューシーハムのサンドイッチでございました。こんばんは。2月27日土曜日の夜でございます。平山茂と申します。どうも皆様、本日もお疲れ様でした。いい天気でしたね。素晴らしい天気でした。そして現在時刻は6時30分ぐらいなんですけれども、月がすごいですね。満月、ど満月でございます。非常に綺麗でございますね。まだ見てないという方はぜひぜひ目で、自分の目で見てください。そして天気が悪くて見れないという方、感じてください。さてここで問題でございます。さあ本日2問目の問題がやってまいりました。さあどんな問題を出すんだ。でれん、平山茂が今飲んでいる飲み物は何でしょう。車の中に今置いてある飲みかけのドリンクは何でしょう。さあ早押しですよ。早押しです。どうですか。はい、あなた残念、コカ・コーラではない。残念。はい、あなた惜しい、シーセン・タケダではない。でも惜しい。はい、あなた右方向です。間違えた。はい、そちらのあなた、オロナミン C、 違う。東に進みます。およそ200メートル先、はい、右方向です。こんな色してますよ。はい、あなた右方向です。右方向。はい、ごめんなさい、あなた CC レモン、正解でございます。 CC レモンでございました。ビタミンを補給しておりました、私。いやー、なかなかね、ヒント、およそ500メートル先、斜め右方向です。ノーヒントでよくぞお答えいただきました。ありがとうございます。あなたは素晴らしい。大丈夫ですよ、完全に大丈夫です。真っ暗です、大丈夫。ありがとうございました。さあそれではまた明日でございますね。また明日もクイズが出てくるのか出てこないのか分かりません。とにかくまた明日お会いしましょう。平山茂でした。ありがとうございました。おやすみなさい。満月見てね。